さあヒーローズの紹介動画やっていきましょう。今回新しく追加されたキャラクターたちでツイッターでアンケートを取りました。2319票でこちらのような結果、マーク君が1位、2位がマークちゃん、3位がチェローム、そして4位がウマクロムとなっていますので、今回はこの順番で紹介したいと思います。そしてマーク持ってなかったんで、もうこんだけね、それでもマークくんが見たいという声をいただきましたので、もう気合い入れて2万ほどぶち込みまして用意させていただきました。よかった、なんとかなってね。それがこちら。はい、というわけでマークくんです。はい、ちょっと皆さんのと比べて、うちの個体はちょっといかついようでね、はい、まあちょっとね、そういった見かけではなく内面の方を評価していただきたい。決して怖そうな外見だからといってね、意外と繊細な方かもしれないから、悩みを抱えてたりとかね、兄弟との仲とか、そんな感じです。将来は立派な軍師にね。違う？はい、ねえもんはねえということで、ね、いやでもこれはマーク君ですけど、はい、まあというわけでご紹介いたしましょう。マーク君ですね。遠距離反撃内蔵の、武器を持っていまして、配布キャラです。毎週日曜日に、待ち構えていらっしゃいまして、そこで日々修行を積んで立派な軍師になろうとしているわけなんですが、ですね、昔は結構遠距離反撃自体がレアで、かなり早く復刻しろ復刻しろと言われていたのですが、ここまで待たされるともうええわとなってしまった方も結構いるんだとか。で、実際問題マークは使えるのかっていうところなんですけど、まあそれを実際今回皆さんにお見せしようと。結構ね、最近になってユーザーも増えてきたんだとか、最近始めた方もいらっしゃるかもしれない。なので割とスタンダードな構築ということで、強めの激化をちょっと入れています今回は。これは入れてもいいかなと思いましたので、広く緑色のキャラを見てもらおうという意図でこんな感じのカスタマイズなので、激化に関しては2でもいいと思います。そして、切り返し、そして入れ替えとかもあるんですけど、スキルポイントの都合でまだついていませんが、このままいきたいと思いますぜ。さあでは参りましょう。相手はクレインか。デューテもいます。恐ろしいやつらが多いので警戒して当たりましょう。ではまずマークスさんの防御性能そのままいきましょうか。あえて危ないかもしれませんがね、果たして受けれるかどうか見せてもらいましょう。お、追撃を受けない程度の速さでしっかり耐えてくれますね。まだ通用する。デューテ接近中で、ちょっと危ういかな。ゼルギウスはさすがにちょっと分が悪いか。一時的にちょっと引きましょう。そこまでね、無茶していいわけではないと思いますので。リリーナセット。ゼルギウスから来たか。では、おっと、落とせないか。さすがにゼルギウス相手はちょっと厳しいですね。基本的には受けから戦う感じですので、迂闊な攻めは NG。 ではここかな。デューテはともかくとして、落としきれなかった場合ゼロギウスのワープが炸裂してしまうね。ここかな。行くぞ。勇気を出そう。よし、これでデューテをその位置に閉じ込めたまま分断と。よいしょ。さ、来ましたね。まずはデューテを処理で、ここで気になるのがマークスが防御床に乗った時とかの実際の使用感ですね。果たして耐えてくれるのか、ちゃんと。そこら辺が気になると思います。連戦とかだと防御床のある時もありますので、その時はマークスでいいやみたいな使い分けができれば安心できますね。応援効果はあえて使わず来ました。勝って、こうしてみるとすげえですね。ただゼルギウスには月光のスキルがありますので油断はできぬ。一時引くべきですかね。まあ、こういう時に
マークスさんは移動が高い、ありがたいですね本当。大丈夫ではこっちでいいかな。でもこれだとゼロギウス来ちゃうか。ここでどうでしょう。ここだとゼロギウスのワープは対応しておりません。お、奥義が軽い、おい。さて、まあこんな感じでね、斧相手に対してはめっぽうまだ強いままです。余裕さ、おい、ちょっとこのように、しっかり戦ってくれます。安心できますね。さあエリウッドさん、そっち頼むぜ。まずは一撃。さすがに削ってくるな。よし、欲しいものはある。もう終わりですね。 OK です。それさあ渡そう。受け取ってね。さあでは引き続き2戦目、どうしたもんかな。誰から突っ込んでくるかな。リンちゃんに対抗できれば強いですよね。理想ではありますが。よいしょ。では攻撃守備の応援ぐらいは、ただ遠距離反撃できないのであんまりリンは受けに行ってもメリットはないのですよね。やめておきましょう。正しい動きではないので、そもそも大丈夫だ。ではここら辺で一旦準備しまして、どう来る。リンはあっちから来た。ま、防御力に乗ってみましょう。伝承アイクと総選挙リン同時にちょっと受け止めてみましょう。応援効果は相手使いません。素のスペックだけで持ちこたえていただきましょう。おお、そこそこ硬い。ただこれでは切り返しはちょっと貫通されちゃってますが、でも大丈夫ですね。受け止めてくれる。しかし最近のユニット、さすがに火力が高いですね。こうしてみると。いくぞ。では退場願いましょうか。最低限の火力もあるみたいですね、こうしてみると。 OK。 欲しいものはある。ではエリウッドでちょっといきましょうか。天空が少々痛いか。あんたはここまでだ。ここのデバフは痛いが守備でよかった。いいね。では未だにプラスをもらってない。良い。おいおい。さあルフレ VS エリウッド見せてもらいましょう。おー、耐える。まあさすがの防御床といったところでしょうか。殺すよ。このままでは。それもう一発。負ける気はない。いける。ほら、オッケー。まだいけるか。かなりちょっとエリウッドが今回頑張ってくれてますね。寄れる。さてあとちょっとで、ここなんですよ。ほらルフレに対しても、まあちょっと攻撃落ちてますけどね、結構いい結果出せるんですよ、こうしてみるとね。防御化効果と激化効果ですかね。あと何かあったっけ。こんなに下がんのか、すげえ減ってない。大丈夫だ。ゼロですよ、ゼロ。まあいいや、とりあえず粉砕させていただきましょう。おい、まあ、緑に対してこんだけ強く出れる、まだまだ現役ということですね。そしてエリウッドさんもまだまだいける、普通に活躍できておりますとも。決して紹介動画で紹介したきり出番がなかったなんてことはないのです。いかがだったでしょうか。最近のユニットは結構ステータス配分が優秀で、合計値もちょっと少なめな初期のキャラだと苦しいんですが、ご覧の通りマークスさんは魔法をものすごく削って、速さもそこそこに削っている方なので、まだまだいけますね。守備も高いおかげでそれなりには、魔改造キャラにも勝てるといった感じです。はい。なのでまだマークス、そこまで使ってねえやって方、あと遠距離反撃がね、気軽にちょっと確保したいって方は羽だけで一応確保できますので、マーク君お試しください。ありがとうございました。